第一朗読知恵の塩。王たちよ、聞いて悟るがよい。地の果てまで治める者たちよ、学ぶがよい。多くの人々を支配し、その国々の数を誇る者たちよ、耳を傾けよ。あなたたちの権力は主から、支配権は意図高き方から与えられている。主はあなたたちの技を調べ、計画を探られる。あなたたちは国に仕える身でいながら、正しい裁きをせず、掟を守らず、神の御旨に沿って歩まなかった。神は恐るべき姿で直ちにあなたたちに臨まれる。上に立つ者は厳しく裁かれるのだ。最も小さな者は憐れみを受けるにふさわしい。しかし力ある者は力による取り調べを受ける。万物の主は誰の顔色もうかがわず、強大な者をも恐れない。大いなる者も小さな者もご自分が作り、万物を公平に計らっておられるからだ。しかし権力者には厳しい吟味が行われる。支配者たちよ、私はあなたたちに言う。知恵を学び、職務にも取ることがないように、聖なる掟を聖なる手段で守る者は聖とされ、掟を学んだ者には弁明の道が開かれる。私の言葉を熱心に求め慕うがよい。そうすれば教訓が身につくだろう。神の御言葉、神に感謝。注がれる目は神を恐れる者に、神の愛に希望を置く者の上に。神の言葉は正しく、その技には偽りがない。神は正義と平和を愛し、慈しみは地に満ちている。神の注がれる全ての人に目を注がれる。神は一人一人の心を作り、その技を見抜かれる。神の注がれる感謝しなさい。神はキリストイエスの地にあって、あなた方にこれを望んでおられる。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。ルカによる福音。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガラリアの間を通られた。ある村に入ると、重い皮膚病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでください。と言った。イエスは重い皮膚病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさい。と言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って、大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。主の御言葉、キリストに賛美。